おはようございます。マイチンおはようございます。おはようございます。今日も飲みです、川崎で。いやー、楽しみにしてました。え、でもさ、緊急事態明けてさ、めっちゃ人増えたよね。いや、でも川崎もともと人多いんすけどね。まあ、もともとね。もっと多くなっちゃいました。緊急事態あったのってぐらい多かったんだけど、俺めっちゃ腹減ってんのよ。まあ、じゃあとりあえず今日も全然店決めてないから、はいはいはい、歩きながらいい店があったら、まあ、交渉して、はい、いつも通り。OK な場合、飲みに行くって感じで、はいはいはい、行きましょう。お願いします。でも今日どうする？毎日何系食いたいとこある？そうですね、海鮮とかどうする？あ、海鮮。お腹的にはあのガッツリ系って感じじゃない？お酒がメインなんで。お酒がメインなんで確かにやっぱ海鮮がベタかなと。まあうまいやったよね。ちょっとつまんで酒飲んでって感じだよね。ここはめっちゃうまいところ、老舗で。俺も 2,3 回来てて、大将がお話しした時はもしなんか来る時は来てもいいですよって言われたから、ちょっと行ってみる。ここに待機場所が。ここで待ってて。待機場所が。行ってらっしゃい。あ、OK もらいました。はい、あります。あ、ご迷惑じゃないところで全然大丈夫です。はい。いや、ありがたいね。いや、いいっす。いいっすね。海鮮がめちゃめちゃうまいんだよね。あ、ありがとうございます。あ、うわー、ありがとうございます。で、ちょっとね、これね、メニュー表を見てほしいんだよね。こういう、かわいいのよ、日替わりで。こんな感じなんだけど。あ、これ全部日替わりなんですか？そう、これが結構日替わりでコロコロ変わるのよ、季節によってとか。でもちろんレギュラーメニューもいろいろあるし、まあ、とにかくこのお刺身系が本当にうまい。いやー、楽しみです。楽しみです。とりあえず乾杯。いや、ありがとうございます。うまい。おすすめもらった季節のお作りの盛り合わせ、はいはいはい、クジラのクジラベーコンとサチュロの天ぷらと。てかこういう飲み撮影見てるのが初めての人は分かってないと思うんだけど、大食い会じゃないんで。はい。てかさ、この動画でさ、前人とどんな利益でっていうのって話したっけ？いや、多分話してない。話してないよね。前回の動画のさ、コメント欄でもどういう人なのとか、はいはいはい、結構多くて。だから元々前人とは、あの、俺が所属してたキーで担当マネージャーだったんですよ。そのマネジメント業で独立するって話で、じゃあちょっと一緒に仕事やろうかみたいな流れで今も付き合いがあって、ほぼマネージャーみたいなもんだよね。お互いね、頭が上がんないけど、友人としてね、なんか友達みたいな。うん。じゃあこれがね、お通しでございますね。会計だけど、ちょっと何かわからない。いただきます。うん。あ、うまい。うまい。うん。これぜひちょっとコメント欄で、あの、何の回か知ってる人がいたら教えてほしいね。あ、ありがとうございます。すいません。これが、しめ鯖刺しでございますね。てか、身がブリブリじゃない？めっちゃうまそう。ちょっと食べましょう、これ。食べましょう。とりあえず、鶏皿用の、ちょっとお箸でいただいて、わさびも欲しい。てか、わさびこれすごくない？絶対あの、市販のやつじゃないよね。粒が細かいんだよね。トロトロしてますね。トロトロしてる。いただきます。めっちゃうまいよ。顔がいい顔。これめちゃめちゃうまい。本当に朝締めで、はいはいはい、あのその締めた酸味はあるんだけど、この脂の乗りがほぼ生魚。なんだこれ、めちゃめちゃうまい。ちょっとこれ毎日も食べてほしい。僕でもあんまりいい食レポできないですけど。いや、これマジビビると思うよ、これ食べたら。いただきます。これやばくない？今まで食ってなんか一番うまい。一番うまい。締めサバ。あの、締めサバじゃないよね、もう。ここまで食うとめっちゃうまくない？油が乗ってんの？そう、油もすごいし、なんか締めるとあの水分で抜けるんだけど。そうですよね。全く抜けてないんだよね。パサパサしてない。そう。トロトロ。でも、刺身だもん。うまい。うまいね、これ。うまい。いいね、じゃあちょっと2回目の乾杯しますか。すいません、じゃあ失礼します。あー。ちょっとお酒も来たんで、いいですか、クジラベーコン、はい、行かせていただいて。なんかあのハムみたいになってるよね。なんで白いんですか。クジラベーコン行っちゃおう。うわ、酒のあてに最高。うまい。うまっ。なんかハムとかベーコンぐらい、その動物系のお肉の味する。クジラのベーコンってあんま見ないですね。うん、脂身のさ、その白い部分がさ、うん、コリコリしてめちゃめちゃうまい。数の子みたいな近い食感、コリコリ感が。いや、これめちゃめちゃうまい。うまうまい。やっぱり今日のお店の選択、もう間違いなかったわ。あ、ありがとうございます。
これ今来ましたね、これタチウオの天ぷらっすかね。これめちゃめちゃうまそうよ、これ。マイチンあれでしょ、初体験です、タチウオ。初体験です、タチウオ自体が食ったことない。めちゃめちゃうまいよ。じゃあこれいただきます。どうよ、ごうまい。溶ける、溶ける、本当に溶ける。しかもこれ衣もうまいんですよ。そう、衣、そう、この天ぷら揚げ物本当にこのお店うまくて、いや最高のリアクションだね。これうまい、うまい、すごい。いただきます。うまっ。穴子とかに近くない？あー、穴子に近いです、うん、うわうまっ。しかも全然水分抜けてないし、うん、結構普通のお店で食べるともっと淡白なのよ、うん、タチウオって結構白身魚で、うまみもそうだし水分もそうだし、結構段違いレベルでうまいかも。これで800円よ、絶対食べた方がいいじゃん。じゃああと一品残ったやからのどぐろか。のどぐろっす。うわ、のどぐろ楽しみだな、塩焼き。今日の飲み会やばいね。今日ちょっと当たりっすね。当たりだね、大当たりだね。ちょっとこんなうまい海鮮久々に食ったかも。うまいっすね、うん、いやうまいな。あ、これちょっとマジでタチウオがやばいかも。タチウオやばいっすね、うん、揚げ物にして正解した、うん、結構4品でお腹いっぱいじゃね。安いんだけど量が一品一品しっかりあるから、これ高的に大丈夫ですか。でも全然いいでしょ。ダメかもしれないけどいいでしょ、ね、4品しか食ってませんいいのよ、満足度的にはね、いいっすよね。酒はやっぱ楽しんで飲むのが一番だから。確かに、ありがとうございます。うわ、これのどぐろの塩焼きっすね。めちゃめちゃ高級、ただすげーうまいから。じゃあちょっとお先につまませていただきます。そう、いただきます。うめぇ、うわうめぇ、めちゃめちゃうまいよこれやばいやばい。油のりもすごいし、うん、身もふっくらしてて、でそのまたのどぐろの油がこの塩気でより甘く感じるんだよね。なるほど、これやばいよ、これだけでいい、うん、どう、どう、うまっ、うまい、めっちゃ油乗ってるっすめっちゃ油すごいよね。また皮目の香ばしさがうまいのよこれ。焼き加減が最高だね。最高、今日最高の飲み会だなこれ通うな。いやもう酒が止まらないよ、ペース早いっす。いや止まんないのよ無理だよ、美味しいもん目の前にしたら無理。もうシフトすらうまい、全部うまい、なんか外れないですよね、何一つ。満足度がさ高いからお腹いっぱいが早い。ちょっとこれは相当名店発見したよ。まあ多分川崎の人はねもうみんな知ってるのよ、結構老舗だから。結構しかも目立つところにありますもんね。これ今気づかなかったけどさ、のどぐろ4分の3ないじゃん。これ一口しか食ってないのに、めっちゃ食ってますすみません、美味しすぎてのどぐろうますぎていや良かった。でもうん、もうね今日の仕事終了、帰りますか帰りますかじゃあもうあとは間垣を食って帰ろう。帰りますか。本当川崎の人たちも飲みに行きすぎてみんな理解してくれてて、あのオフはそんな食べないってことを知ってくれてる人が、あーそうなんです、ね、店員さんも多くて、あの変にバンバン出てこないから助かる本当食わないですもんね普段。そうね、まあまあ人並みにいるぐらいだよね。いや人並み以下っすね。マジ？はい。あ、あ、出ます。おお、これマガキでございますね。めっちゃうまそうなんだけど、いや身がでかいよ。殻よりもさスカスカの場合多いけど、殻パンパンだからねこれ。ちょっといただいちゃいますかいただきます。うわこれ贅沢だな。うまいっすか。やばい、これビール進みますね。これやばいよ。俺個人的にもう全部うまかったんだけど今日一だね。あ、マジっすか。うん、いやちょっとねこの牡蠣のうまさを味わってほしい、毎日にも。どう、うまい。臭みがないんすよ。臭みないね、一切ない、うん、
正直あのネギとかもみじおろし乗ってたけど薬味がいらないぐらい臭みゼロって、旨味も強いし苦手な人いると思うんだけど、牡蠣って多分絶対食えるし、苦手な人絶対食えるね。ちょっととんでもない店見つけたね。ウニの寿司だけ1貫追加しますよ。いくらも食べてみたい。両方食べない、両方いっちゃっていいんすか。いっちゃいましょうよ。え、獺祭あるじゃん。うわ、飲みた。いや、絶対明日で昼食う。うわ、飲みた。いやどうしようかな。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。甘い。あ、甘い。めっちゃフルーツの匂いがする。うわ、うま。何これ。なんか獺祭のスパークリングみたいな感じ。あ、はいはいはい。じゃあ焼酎と日本酒あんま変わんないんですか。まあ、香りは若干その焼酎っぽい後味があるんだけど、はい、でも日本酒の獺祭と同じくやっぱ米の甘みがすごく出てるから、これ多分日本酒が苦手な人でも絶対飲める。だから普段から飲んでるしさ、こうやって飲んでるとさ、撮影って忘れるね。すいません、のどぐろもうないです。のどぐろもないね。こういう美味しいとこ来るとさ、一品一品高くてなかなかこう気使って、うん、あ、どうぞどうぞみたいなあるけど、安いのよ全品。だからあの人と来ても気使わなくていいっていうか、あのもう一個頼めばいいじゃんぐらいの金額のものが多いから、確かに、まあ、ちょっと食いすぎちゃってもじゃあもう一個頼もうかとかで済む。だからそれがすごくいいと思う。残念なお知らせがありまして、握りも紹介したいんですけど、もうカメラのバッテリーが限界でございます。だからもう握りは置いといてエンディングだけ撮らせてください。後で握りは食べるとして、エンディング撮っちゃいます。エンディング撮りましょう。あ、来た、ありがとうございます。ちょっとね、エンディングの前にインサートだけ。これウニとイクラでございますね。あのこれね、あの前チンチョイスでございます。これ美味しくいただいてください。ちょっと食べてください。取っちゃいました。はい、ということで今日はね、こちら訪れたのが魚浜さんというお店に来ました。僕もね、あのオフではね、こちらの魚浜さん来たことあるんですけど、もう本当に全品どれも美味しい海鮮ばっかで、でしかも値段もめちゃめちゃリーズナブルじゃん。あ、そうなんですよ。そうでも本当お得すぎて、神奈川って漁港がね結構あるから新鮮な居酒屋さん多いんですけど、川崎の中でも多分僕がいろいろ揉み歩いた中では随一でうまい海鮮がいただけるお店なんで、ちょっとね、気になった方はぜひ川崎に来た際にはこちらの魚浜さんで美味しいね、お刺身とかとお酒をね一緒に楽しんでいただきたいなと思います。まあ、そんなことなんでエンディングもこんな感じでいい。全然大丈夫です。もうちょっと酔っ払ってるから、もう撮りたくないんだよね、もうカメラ向けられると本当やだもう。ぜひね、本当に川崎美味しいお店いろいろありますんで、魚浜さんに限らずですけれども、このね、僕の今住んでいる川崎の街にね、皆さん飲みに来てください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。